こんにちは、ようくんまちぶらチャンネルです。現在、郡山駅におります。今日は郡山駅周辺を散策するという動画でお送りしますので、よろしくお願いします。郡山の乗り入れは、まず東北本線、東京から東北方面を結ぶ主要の路線です。他には水郡線、郡山と水戸を結ぶ路線です。そしてホームの奥には磐越東線、郡山と福島県いわき市を結ぶ路線です。さらに奥には磐越西線、郡山から会津若松を経て新潟県の新津駅まで行く路線になっています。そしてメインといっても過言じゃない東北新幹線、東京と東北地方、北海道を結ぶ主要路線となっています。それではまず郡山駅の構内から見ていきましょう。新幹線改札口から後ろ側、ドトールコーヒーがあって、で、こんな感じで通路があります。郡山駅のちょうど2階のとこです。右側のエスカレーターを降りると、1階で在来線の改札口があるエリアになります。とりあえずここの通路をまっすぐ歩いていきたいと思います。はい、しばらく歩きますと、ちょうど上にこちら、レストランゾーンと書かれてます。で、どんなテナントがあるかちょっと見ていきたいと思います。左側にはとんかつ和光。奥には緑色の看板でサイゼリア、正面にはこちら手打ちうどんのお店があります。右側には会津の地酒と会津そばと書かれたお店があります。そうです、会津も福島県なんで、このように福島のグルメを楽しめるようなお店になってます。はい、ということでレストランゾーンを後にしまして、通路を歩いてこちら右側の階段を降りて郡山駅1階に行きます。こんな感じで広がってます。いや、新幹線の駅ということだけあってね、とっても広いですね。こんな感じで、なんか空港にもちょっと見えるぐらいですね。ではちょっとこの階段を降りて1階の様子を今度見ていきます。1階に着きまして、最初に郡山お土産館というのが目に入ります。福島のお土産だと、ゆべしとかあとママドール、その辺が結構有名かと思います。他にもね、たくさんいろんなお土産があると思うんで、まあ、こんな感じで商品がいっぱいあると思います。で、忘れちゃいけないのが、福島名物、柏や薄皮まんじゅうと書かれてます。日本三大まんじゅうと言われてまして、薄皮まんじゅう、確か郡山が本社だった気がします。郡山に来た時はぜひね、これは買ってみるといいと思います。はい、それではちょっと通路を歩きまして、今度は在来線の改札口方向まで歩いていきたいと思います。こちらが在来線の改札口になってます。まあ、日中ということもあってそこまで人が多くないんですけど、朝とか夜のラッシュにはもう少しこういう郡山みたいな大きい都市は人がいっぱい混み合うのかなと思います。さらに改札口をまっすぐ歩きますと、左側には「いつでも」と書かれたお店があります。おそらく若い女性のファッション系のお店かと思います。で、正面にはこちら「エスパル」と書かれた看板がありまして、郡山駅の駅ビルの名前となってます。エスパルは本屋さん、カフェ、あとファッション系のお店が多くてね、結構充実したような、そんな感じになってました。ではですね、エスパルを背中に向けまして、今度はこの通路、南側、東京方面に向けて歩いていきたいと思います。で、左側にはフードバザーと書かれたエリアがあります。ここはフードコートで、よくショッピングモールとかでフードコートがあると思うんですけど、そんな感じの作りになってます。こう見ると郡山駅は2階にレストランゾーンがあって、下にもねフードバザーっていう風にこうレストランがいくつかあって、食べるのには困らないなって、そんな感じがします。で、さらに奥に進んでいきますと、駅のコンビニニューデイズ、左側にはスターバックスがあります。で、このちょっと通路をまた奥に行きまして、そこからちょっと駅を出ようと思います。通路の突き当たりまで来たんですけども、こちら、駅から始まるクオリティフードストア、ピボット郡山食品館ってあります。要はここの駅の隣に、そういう食品館のビルがあるってことですね。まあ、こんな感じでこうデパ地下的な要素を持っているような食品館かと思います。どんな感じかね、テナントがあったんでちょっと見ていきたいと思います。看板を見ますと、寿司とかあと弁当、惣菜、さまざまなお店があります。この看板の下にはジュピターと書かれてまして、輸入食品を扱っているお店だったような気がします。他にもね食べるところもありますし、あと弁当惣菜も売ってますんで、今ねコロナとかで居酒屋とかレストランがなかなか行きにくい状況だと思いますんで、こういうところでテイクアウトしてホテルとかで食べるっていうのも一つの選択肢かと思います。で、この食品館から、カメラを右に回しますと、マックがあります。で、ここから郡山駅の外に出るところになるんですけども、左側にはヨドバシカメラのビルがあります。ちょっと近くまで行ってみましょう。ヨドバシカメラがあるってね、結構都会ですよね。ちょっと近くまで行ってテナントを見てみます。地下1階から3階までがヨドバシカメラで、他には ABC マートとかスポーツショップ、タワーレコード、あと島村楽器、100円ショップ、ゲームセンターとかね、こんな感じで様々なテナントが入ってます。もう商業の複合ビルって感じですね。ヨドバシカメラを背中に向けまして、郡山駅のロータリーを今から映してきますんで、ちょっと様子をお楽しみください。正面には高層ビルビッグアイという建物があります。動画の後半でこちらのビルを登って展望台の様子を映しますので、最後まで楽しみにしててください。ヨドバシカメラを後にしまして、今駅のロータリーの通路を歩いてます。郡山駅のちょうど正面に行こうと思いますんで、そこまで行ったら今度郡山駅の正面の様子を映して、いよいよ街ぶらをしたいと思います。で、こちらが郡山駅正面に来てます。本当はここから出た方がね、動画的には良かったのかもしれないんですけど、まあちょっと細かいことは起きまして、で、タクシープールがこうありまして、カメラをゆっくり右に回していきます。で、ここをちょっと歩いていこうと思います。ちょうどビルとビルの間にメイン通りがありますんでね、そちらを街ぶらをまずしたいと思います。今日は雨が降ってて天気が悪かったんですけど、動画の後半では天気が晴れて映像の映りも良くなってくると思いますんで、最後までご視聴のほどぜひよろしくお願いします。まず横断歩道を渡っていきます。ミスタードーナツ、カラオケ、あとは松屋、でローソンとあります。でローソンのところをちょっとね、脇を通って、そこからメイン通りをまっすぐ歩いていきますんで、よろしくお願いします。はい、ローソンを過ぎまして、こちらメイン通りなんですけども、上に屋根があって、雨の日でもね歩きやすくてすごい助かります。はい、1回横断歩道を渡って反対側の通りを歩いていこうと思います。正面にはマンション、あとカラオケ、ジョイサウンド、駅前無料案内所と、様々なお店があります。この通りはオフィスビルとかね、あと居酒屋さんとかいろんなテナントがあってて、結構にぎわってる通りです。さらに歩きますと、左側にも様々なテナントがあります。隣には郵便局とかもあります。で、さらにまっすぐ進んでいきます。カラオケ店招き猫があります。で、お隣にちょっと注目してもらいたいんですけども、こちら柏屋のまんじゅう屋さんがあります。郡山が本社のお店ということでね、街中にこんな風に大きいテナントがあるっていうのはさすがです。駅の中でも映ったんですけども、郡山市を散策するとき、ここのお店も寄るとお土産として買えるかと思います。はい。で、このメイン通りから左側に曲がりまして、別な通りをちょっと歩いていこうと思います。で、ここの通りを左に曲がりまして、まっすぐ歩いてます。このように結構こじゃれた通りになってます。天気が良かったらね、もっと見栄えもいいとは思うんですけども、そこはご了承してください。申し訳ないです。で、古着屋さんとかですね、あとここを通ってて思ったことがありまして、居酒屋さんも確かにあるんですけども、結構こじゃれたなんかダイニングバーとかね、そのようなお店が多く目につきました。反対側にはグリル&パブと書かれたテナントがあります。もう外観がめっちゃおしゃれですね。さらにまっすぐ歩きまして、左側にはドトールコーヒー、斜め右側にはファミリーマートがあります。このようにメイン通りから外れた通りでも結構チェーン店のお店が点在している、そんな感じがしました。他にはホテルがあったり、あと地下に飲食店のテナントがいくつか並んでるようなところもあります。で、ここをちょっとまっすぐ歩くと、左側になんか結構立派な建物があります。ちょっとどんな感じか映していこうと思います。そうするとこちらの建物、高さをちょっと見ていこうと思うんですけども、カメラを上げていきます。いや、なかなかの高さと立派なビルですね。こちら郡山市の百貨店、薄井百貨店と言います。で、薄井百貨店の今横を歩いてるんですけど、テナントを見たら結構ぎっしりとね、充実してる感じでした。ルイ・ヴィトンって書かれてます。このように高級ブランド系のお店もあります。まあさすが百貨店って感じですね。で、もう少しで信号がありますんで、そこの交差点まで行ってみたいと思います。交差点に着きまして、このように西洋風な建物が並んでて、結構おしゃれな感じがあります。で、交差点をちょうど右に回ってまっすぐ歩こうと思います。ここの通りをしばらく進んでいこうと思います。この通りは特別何かがあるってわけじゃなかったんですけど、まあオフィスビルとかですね、あと駐車場とか、そんな感じがありました。さらにまっすぐ歩きますと、左側にこちら噴水のある公園があります。街中にこういう噴水のある公園って結構癒されますよね。なかなかこう見てても涼しいものがありました。で、正面をまっすぐ歩くと大きい通りがありまして、こう消防署が目の前にあります。で、左側にカメラ回すとこんな感じでビルがあって、損保ジャパンとかね、保険会社系のビルが多かったような感じがします。で、カメラを今度は右に向けますと、そこまで大きい建物があるわけじゃないですね。で、ここをとりあえずまっすぐ歩きまして、メイン通りまで戻ろうと思います。で、しばらく歩きまして、こちらメイン通りとぶつかりました。ちょうど郡山駅からまっすぐの通りですね。で、なんか看板があります。ちょっと近くに寄って見てみましょう。郡山市役所、開成山公園、陸上競技場、野球場、総合体育館と書かれてます。この先左側に行くと、そういう公園とか、あと運動広場があるってことですね。で、そこまではちょっと行けなかったんですけど、とりあえずこの通りを左側にまっすぐ歩いていこうと思います。で、一回横断歩道を渡って反対側にちょっと行こうと思います。で、信号を渡ってまっすぐ歩いていきます。少し坂になってます。この辺りはテナントが多いわけじゃないです。ただ、市街地と住宅地をちょっと結ぶ狭間的な市街地っていうんですかね。そんな感じで、まあ、昔ながらのビルとかが並んでる、そんな印象を受けました。途中、ビルとビルの間にはこのように新築マンションとかが見えます。奥が住宅エリアかなっていうふうに思います。で、ここをさらにまっすぐ歩いていこうと思います。で、平坦な道になりました。右側に結構立派なビルがあって、左側にはこれからできるんですかね、マンションの建設現場があります。このように結構綺麗な広い通りになってます。途中右には公園があります。結構広々とした公園で、とても綺麗な感じです。奥には住宅街があります。さらにまっすぐ進んでいきますと、もう高い建物とかがそこまで多くはなくなってきます。どちらかといったらロードサイドショップが目立ちます。で、ツルハドラックをまっすぐ進んだところに交差点がありまして、こちらショッピングモールがあります。ザ・モール郡山店というみたいです。非常に大きいショッピングモールです。まあ、中には行かなかったんですけどね。いや、郊外型で結構これは便利かなと思います。はい。で、ここで一回郡山駅に戻りまして、今度はアーケード街を歩いて、最後にビッグアイという建物を登って終わりにします。動画はまだ閉じないでください。はい。ということで、郡山駅まで戻りました。で、郡山駅から今度ですね、まっすぐ歩くと、このアーケード街があるんで、ここをちょっと歩いて様子を見ていこうと思います。で、僕今橋を渡ったと思うんですけども、こちら見てください。澄み切った小さな川があります。もうほんと都会の中の癒しです。今日は暑い日だったんで、これを見てるとほんと涼しい気持ちになります。ということで、カメラを向けて進んでいきます。アーケード街に入りました。左側にはセブンイレブン、コンビニがあって、横にはですね、居酒屋のなんかテナントが集まってるビルの入り口があるみたいです。さらにまっすぐ歩きます。居酒屋さん、飲食店が多く目立ちます。平日の昼間ということもあり、人通りが少ないのは当然の話です。ただ、夕方とか夜になりますと、いくつか人通りが増えて、街も明るくなる、そんな感じです。昨日、郡山に全泊して夜の様子を見たんですけども、やはりそのような感じになってました。こちら、魚屋道場とか、結構チェーン店とかも多く、個人の居酒屋さんも多い、そんな感じがしました。アーケード街を一回戻りまして、最後は郡山駅の隣にあるビッグアイというビルに向かって歩いていこうと思います。で、こちらのビルに向かっていく間に、郡山市の概要を簡単にお伝えしようと思います。郡山市は福島県中通りの中部に位置する市で、中核市に指定されています。人口約32万、福島県を代表する商工業都市です。東北地方第2位の規模を持つ郡山都市圏を形成されているとのことです。つまり、仙台に次ぐ第2位の都市圏を持つのが東北地方では郡山市ということです。交通都市とも知られ、東北新幹線、磐越東線、磐越西線、東北本線、水郡線、高速道路だと東北自動車道と磐越自動車道が交差するエリアになります。そのため、地理的な優位性もあり、全国規模で展開する企業とかが福島県内に拠点を置く場合、その多くが郡山市を選択して、支店とか支社、地域子会社が集中する支店経済都市でもあるみたいです。ビルの正面まで来ました。モルティって書かれてまして、1階から5階までがモルティという、商業ゾーンになってます。左側にはスターバックスコーヒーがあります。フロア案内を見てるんですけども、6階7階が市民プラザ、8階から14階が高校、15階から19階が事務所、20から24階がスペースパークとなってます。ビルの中に入りまして、エレベーターの前まで来てます。ようこそスペースパークへ、宇宙の神秘、科学の不思議を体験しよう、ギネス認定って書いてあります。地上から世界で一番高いところにあるプラネタリウム、すごいですね。で、この上に展望台もあるみたいなんで、ちょっとエレベーターに乗って行ってみようと思います。22階が展望ロビーです。それで展望台から郡山市の市内を映して最後終わりにしますので、まだ動画は閉じないでください。以上、郡山駅周辺を散策するという動画でお送りしました。これからもどんどん街ブラをやっていきますんで、よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。